次も勝つぞ。山城がすごい。いっぺん入っちゃうとなかなか抜けられないという。昔の歴史のこととかが知れてすごい楽しいです。山城のイベントです。今年で5回目。会場は子供から大人まで楽しめる仕掛けがいっぱいです。マニアにはたまらない各地の山城が大集合。イベント限定の御城印もありました。戦開始。こちらは人気のチャンバラ合戦。このボールが落ちたら打ち死にです。あ、囲まれた。頑張れ。打ち死になり、腹が減ってはなんとやらと昔からの教えもあります。この人気は城好きレジェンド大集合です。すごいメンバーが揃いました。お宝写真とともに他では聞けないマニアック話が止まりませんでした。この山城どこにでもあるようだけど同じものはなくて、すごく大事な資源だ。これをみんな将来に伝えていきたいな。でも山城って天守がなくてつまらない、ただの裏山と思っていませんか？通は山城なんです。山城の面白さっていうのは工夫された防御施設。このイベントで講演もした加藤正文さん。山城の魅力を聞いちゃいましょう。お城って基本構造は変わりませんので、小さいからこそ分かりやすい教科書的な城。ここは今城というお城です。ここが三の丸で、正面本丸なんですけど、切り岸があって土塁があると。切り岸。切り岸とはもともとあったこういう地形をですね、じゃん、はい、人工的に削り出すことでほぼ45度の角度にして敵兵が登って来れなくなるようにする工夫になります。切り岸はこの部分です。当時は木がなく土が丸出しの状態でした。角度はおよそ45度。45度という角度は人間が立つだけで精一杯。城の防御の基本です。非常にコンパクトな城なんですけど、行くための入り口が工夫がされていると。向こうから入った時に、本来の入り口は奥から入ってくるルートです。何気なく通っているけどマス型があるってすごい大事なことなんですね。マス型小口。はい、マス型小口とは敵兵をこちらに曲げて入れるようにする工夫なんです。曲げることによって実はここに入った敵を四方八方から攻撃することができます。横から攻撃できますので非常に守りやすくなると。そこから横矢がかかる。実際に見てみると防御ができる作りになっています。
何気ない裏山のようですが、およそ500年前の痕跡が残っているんです。でここが本丸で、広さはこのくらいです。山の頂上が本丸です。ここにも注目の防御施設が残っています。ここは非常に残りがいいっていうのは、土塁が表高いんです。そうなんです。土塁とはこの部分です。土を盛った防御施設です。でこう僕立つと結構な高さあるんですよ、土塁で。土塁の上って基本的に、柵を言ったり、それから塀を言ったりしますので、今度塀を言うとかなり高い、見えなくなるっていうことなんです。だからよく皆さん、土塁なんてどのくらいでいいかって言ったら、こんなもんですよね、本当は。だからしゃがんだ時に隠れればいいだけですので、土塁ってそんな高くないっていうのはそういうことなんですよ。このくらいの高さがあれば、いざ戦闘になった時、自分がこうかがめばいいわけですので、こうやってやって。ここでマニアックなお城の話で、塀なんかもそうなんですけど、塀によく狭が空いてるじゃないですか。あの狭って、今の狭、復元された狭って真ん中についててすごい違和感があるんですけど、実は狭ってこうやって鉄砲撃つんですよね。こうやって鉄砲撃ちますので、膝つきますので、弓引くのも絶対膝つきますので、そうすると狭ってかなり低い位置にないとおかしいんですよ。この辺りに姫路城行くとかなり低い位置にあるのが分かるんですけど、本物はだけど復元されたの高いところにあるんですよね。上を打つのかっていう。だからね、結構土塁とかサマって低くていいんですよね、当時の戦闘を考えると。今回のイベントでは、蟹市内4カ所の山城で現地説明や御城印の用意がされました。山城は説明がないとその凄さが分かりません。イベントは発見と気づきの連続です。堀があったんだとか、切り岸があったんだとか想像しながら、自分の頭の中でなんか自分の好きなお城に組み立てていくのがすごい楽しいです。山城へ行こうは2日間で9000人以上が楽しみました。強い人がたくさんいて楽しかったです。ちっちゃい子から大きい子までみんな楽しめるから、すごい面白かったです。深すぎる山城の魅力。だからタイトルも山城に行こうっていう思いは、山城に行って感じ取ってほしい。日本全体の歴史の中でみんなで語れる素材でもあるんですけど、自分たちの地域にもこういうものがあるぞ、各地域にこの思いを持ち帰っていただいて、日本全体がですね、盛り上がれるかな。